ップ、あとは2馬身に離れてライラックパンチ、その外からはジュアンレパンの追走で4コーナーカーブ、ノボプロジェクト先頭、外から一気に東海シエロ、間からはデプラータ、さらにはフォルメント、おっとフォルメン落馬、直線コースに入りましたバルビゾン落馬、おっとこれは大きな落馬事故です。さあ直線を向いて先頭は10番のノボプロジェクト、5馬身6馬身と突き放しました。2番手には11番のデプラータ、東海シエロが3番手、あとは大きく離れました。先頭はノボプロジェクト悠々とゴールイン、2番手が11番デプラータ今入線、そして東海シエロ、おっとフォルメン落馬、直線コースに入りましたバルビゾン落馬、おっとこれはフォルメント、おっとフォルメン落馬、直線コースに入りましたバルビゾン落馬、おっとこれは